列島の最も北に位置する北海道は広大な面積の土地を有し、四季折々に見どころのある日本でも有数の観光地です。もうそろそろ来る頃かな。空港で日本人大学生の田中さんが待っているのは、留学先のアメリカで知り合った友達です。あ、こんにちは。台湾から来たワンさん。久しぶり。韓国から来たキムさん。初めて日本を訪れたワンさんとキムさんは、田中さんの運転するレンタカーで北海道を観光することになりました。あれはどういう意味の標識なの？あ、危ない、信号が赤だよ。日本の道路の交通ルール、交通標識、安全運転のマナーは皆さんの街のものとは違います。この DVD を役立てていただき、安全で楽しいドライブに出かけましょう。